ちは。こんにちは。じゃあ、前回うちのやってますね。来られてますね。元ヤクルト日本版ファイターズいました増渕です。ポジションピッチャーでした。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダイヤだなっていう。態度の小さい。曇りです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、今回の、お誘いいただいた津賀さんです。ありがとうございます。お願いします。実はですね、1年、3ヶ月ぐらい前の2021年ですね、あれ。あ、そうです。神宮球場で一緒に試合させてもらったんですよ。僕が寝坊したやつ使って。本当に寝坊したんですよ、マジで。カメラマン。最終回の3球前行きました、俺。それ以来の津賀さんからね、お誘いいただいて、もうめちゃくちゃ嬉しくて。はい、で、なんかすごいレジェンドの方々も。そうですね。いて、はい。僕、学生の時から、このチームは。はい。お世話になって、まあサポーターっていう形で、あ、そうだったんですね。はい。すごいこうね、やっぱ障害を持ってても、すごいなんかこう多分いろいろね、考えさせられる部分があると思うんで、はい。UFO、はい。向こうのメンバーなんですけど、はい。ちょっと目に、ね、視覚、まあ視覚障害ありますけど、そう、そう持ってまして、で今日ちょっとぜひ参加させてほしいです。一緒に、はい、はい、やりましょう。今日多分ホームラン打つと思うんで、ぜひ超えてもらって、そう思ったことないです。今日記念すべき。今日します。それから野球ちょっと紹介してもらって、野球チーム。稲葉設備っていう会社で、はい、いろいろ草野球やらせてもらってて、はい、ただそのプロ野球選手さんとのつながりはサンホールディングスっていう、はいはい、公式の野球部があるんですけど、社会人チーム。そういったつながりで、まあ、ご縁があって今日一緒に、はい、皆さんでやらせていただいてるような。いろんなチームね、浮世絵人やんけ。津賀さんです、よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと自己紹介お願いしますか。はい、はい、障害者野球の、東京ジャイアンツというチームで監督しております西尾と言います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。実はですね、埼玉県で行われた、はい、イベントですよね。あ、そうですね、はい。フューチャードリームカップっていうのが昔ありまして、はい。はいはい、そこに取材行かせていただいて、あ、そうです、滝野川さん、それ以来ということで、そうなんです、滝野川ブルーイングスも試合出場してて、あ、それで密着させてもらって、はい、まあ、2、3本ぐらい動画上げて、はい、あ、そうです、そうです、そうですよね、もうずっともう、まあ、毎日いいねですよ、めっちゃ嬉しいですね、でございます、チームとしてはなんかどういうなんかあれカラーがあるんですか。身体障害の買ったメインなんですけど、はい、だけじゃなくて、はい、まあ、いわゆる発達障害とか、精神の方とかも、はい、受け入れて、はい、でももちろん聴覚障害、視覚障害も全部の方、もう野球やりたいという全ての方に、はいはい、門戸を開いて、はい、今日は練習からの最後になんか試合もするということなんで、はい、今日最後、はい、そうですね、その成果で試合をしたいということになりまして、じゃあちょっと一日密着させていただきます、はい、よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。よし、行きます、頑張ります。東京ジャイアンツ、いやもファイト松道さん、最高じゃないですか。ありがとうございます。2年前ぐらいに別のチャンネルでコラボさせてもらって、時多分145キロぐらい投げてましたよね。そんな出てないよ。今日も投げるんですか。わかんないわ。前とかライトフライかなんかで打ちたのに3球も取られた。なるほどね。はい、お久しぶりなんでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと僕のヒーローなんでね。ずっとお会いしたくて、実はインスタグラムで見させていただいて、ありがとうございます。今日はちょっとね、初めて会えて嬉しいです。いえいえ、ありがとうございます。めちゃくちゃ大きくて、いいです。もうホームランね、忘れられないんで。今、ごめんなさい、おいくつになったんですか。もう今は36です。さあ、今年7ですか。あ、そうです。あ、じゃあ、僕の4つ上。高校とか被ないと思うんですけどね。どうぞ、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お名前をお伺いしますか。名前、大林と申します。大林さん、ポジションどこなんですか。ポジションは、主にキャッチャーをやる。あ、キャッチャーで。障害の度合いもやっぱ様々なので、はい、その子人たちの様子に合わせてやらせてもらってます。なんか ルールとしてはどういう感じですか。分かりやすいところとしては、はい、盗塁が禁止、盗塁禁止、はい、バントが禁止。あ、バント禁止、はい。ワイルドピッチとか、はい、深いボールそらしたっていう時に体にボール当てていればランナーは進んじゃいけない。あー、なるほど。あ、そこのルールの違いが、はい、距離とかは一緒です、ね、一緒なんすか。はぁ、わかりました。じゃあちょっと今日一緒にやらせていただきますので、はい、ありがとうございます。お願いします。キャプテン行きましょう。まず野球で一番大事なのはやっぱキャッチボールで、まず基本的なことはやっぱ相手に向かってまずしっかりグローブ出すこと、プラス左足をついた時に自分の右肩より上、
にボールがあるようにそこからしっかり相手に向かって投げるようにちょっと意識してやってみてください。YouTube 撮影ですか。そうです、はい、たまに YouTube でたまに上がってきますね。あ、そうです、おすすめ上がってきます。見ようかなと思うんですけど、時間がなくて。そうですね、見てみます。はい、ぜひ。なんかチーム入ってるんですか。もう、あ、うち自分でチーム持ってる。あ、そうです、そうです。あれ、息子です。あ、息子さん。うまいっすよね。まあ、さっきキャッチボールの時も話したんですけど、しっかり足を力上げて、軸足にしっかり体重を乗せてから投げた後も、そうするとある程度コントロールつきやすいんで、ラインもできるんで。あの、早くみんなこう判断しようとするじゃないですか。甘いかなって打った瞬間ちょっと遅れてもいいんで、その場で一回待ってから判断するっていうぐらいの方が、こっちの方が意外と早い。ナイスキャッチ。できるできないはあのみんなあると思うんですけど、ちょっと後ろかなと思ったらちょっと横でできます。横にこう下がること、ちょっと横試してみましょう。できる人は、はい、ずったんない、ずったんない。お、いいよ、形いいよ、いい、はい、後ろよ、よっしゃ。足は前に行くんで、こう結構野球で割れてるんですけど、まあ、その形をまず作れるようにしてください。トップが小さすぎて下がらそうとすると、力を出そうとすると、もう一回引いちゃうタイプ。最初からも、こう、加速を。加速、はい。野球って、まあ、ボールが動いてるものに対して、取るのも、投げるのも、ボールしっかり見ないといけないと思うので、ここにボール
一番振りやすいところ、力が伝わるところで振ってあげるっていうのが、惜しい。